皆さんこんにちは、エイボンシーライダーでございます。いつもご視聴していただきありがとうございます。今日はサミ小岩バンドの2回目のリハで、今回は新幹線で行くことになりました。前回車で行って大変な思いをしたので、今回新幹線で行ってまいります。約4時間弱ですね、浜松まで。まあ、久しぶりに新幹線なんで、ちょっと楽しみにしてます。朝のホームいいですね。さて、15車、どこだ、6、7、8、9、10、後ろですね。もっと帰りのチケットの指定席だけちょっと取りたいんで、それをやって、それは2番乗せよ。どうも。ありがとうございます。どうも。お願いします。お願いします。いや、今日は楽。楽。新幹線だから本当。いやいや、もう楽楽。さあ、マッケンさんが登場しました。前回お休みでした。よろしくお願いします。お願いします。小三郎さん、今日もお願いします。よろしくお願いします。大ちゃん前回創作願い出したんです。創作願い出した。創作願い。そうそう。どういうことですか。
あのさ、はい、いなかったの前回。じゃあいなかったのってどっか行ってたの、ちょうど俺がこうやって撮影してる。ああそういうことか。そういうの。ああ。社長さんお願いします。お願いします。新メンバーです。アコギです。アコギの。はい。計画と言いますんで。ケイさんお願いします。はい。さあいつものメンバーです。こんにちは。こんにちは。お願いします。みずきちゃんお願いします。サミさんは相変わらずトラブってますから、まだ相変わらずここトラブるんですね、これが。ということで、これからリハに移りたいと思います。はい、ということで練習が終わった後、浜松に来たからにはうなぎを食べなくちゃいけないということで、特上うなぎをご馳走になってしまいました。これめっちゃ美味しかったですね。さすが浜名湖のうなぎっていう感じでした。でその後駅前に行って、残ったメンバーと居酒屋に行きまして、まあ、今後のミーティングをして終了という流れでした。さあ、浜松ともこれでお別れになります。次回は来年ですね。来月山中湖で宿泊の練習をするんですけど、合宿ですね、合宿の1泊2日の練習をやって、それから本番を迎えると。で来年また、ライブがありますので、浜松での練習はまた来年になるかと思います。それでは皆さん、またお会いしましょう。